劇団ドラマティカアクト2ファントム&インビジブルレゾナンス、雫冬馬月永レオ役の橋本翔平です。はい、ということで久しぶりに、月永レオ役として帰ってくることができました。ありがとうございます。もうめちゃめちゃ久しぶりにまたレオを演じることができて嬉しいです。まあ今回は正確には月永レオとしての雫冬馬を演じるわけですから、まあ、そこは結構難しいなと思うんですけれども、見た目はレオですけれども衣装が違かったり傷があったりと、なんかその当時の面影と、あと今回は雫冬馬として、撮影に挑ませていただいたので、なんか今までのレオの明るさっていう表情とはまた逆の雫冬馬としての表情をメインで撮らせていただきました。なんか月永レオとしてこの場に来たつもりではいます。今回本当に難しい作品だなって自分自身思ってまして、役の役を演じる、もう本当自分を捨てて稽古場からその月永レオとしていなければ多分そこまではいけないだろうなって思いますので、ちょっとそこのところの役作りをしっかりして、またレオを演じる幸せさ、そして雫冬馬への、役への掘り出し追求心を、どん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 していい作品にできたらいいなと思っております。アンステが大好きな方もですね、そのキャラクターが大好きな方もだろうな、その皆さんの大好きな世界観というのは守りつつも、今回その劇団ドラマティカとしての演目を皆さんにやっぱお届けするわけですから、その純粋に演劇を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。劇団ドラマティカアクト2ファントム&インビジブルレゾナンスは、6月24日より、東京、大阪、京都にて上演いたします。チケットは先行受付中です。ぜひ劇場にてお待ちしてます。